か。毎朝早起きなあいつがの時 SOS SOS。 僕のことですか。とぼけても無駄じゃ。まあ、おかしいというのか。生意気じゃペットの分際で。ビレッジビレッジしてんじゃないわよ。ムラムラなんかしてない。悪いのだけど。なんでだよ。こんな言葉の略じゃな。真と手紙じゃだろう。というわけで早乙女乙女の件は強制してもらってあの状態ですか。絵を描くにはカロリーを消費、具体的には考え機関から相談しておるのに不快な思いをさせているのではないか。嫌われてならお互いの思い人の。では行くぞ。せーの。お主あの女に惚れ込んでおったのか。これでみんな幸せじゃ。ちょっと待ってください。今はそれでよかろ。大丈夫よアンナ。女奥間くんはあんなことをするような子ではあり。言っとくけど先走ったのはあくまで感情よ。チンコチンコどうもこうもないわよ。話を聞かないでしょ。それに相手が先輩じゃ。わしのアプローチの方法はこれなんじゃよ。あんなの。わしはこれまで誰かをモデルに絵を描いたことなどいたモデルな機会が。あんなはの恋人同士になればつかめるだろうと思ったが、描くことしか取り柄のないわしがあんなをこんなぶっ。いるのか。しまった。わしには何か